ぞ。今こそ敵の要所を叩く。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。何人とも寄せ付けぬ部位ですね。さすが宝仙様です。敵の痛いところをついておるか。狙うはあの地だ。行くぞ。最強の武を見せねえる。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。失せろ。ところをついておくか。狙うはあの木だ。行くぞ。手の輩に敗れるとは、この円本所の名に傷がついたではないか。思い知ったか虫けらども。貴様らが束になろうとわしには勝てぬわ。敵将討ち取ったぞ。おお、素晴らしきお働き。連合軍など俺の敵ではなかったな。さっさと洛陽に戻るぞ。董卓様より伝令、洛陽を捨て長安に撤退するゆえ急ぎ支度をせよとのことです。なんだと、俺たちは勝ったんだぞ。まさか帝の御身に何かあったのですか。いえ、そこまでは。失礼いたします。もしや董卓様は戦の勝敗に関係なく戦闘されるおつもりだったのでは。法政様を戦わせたのは時を稼がせるため。豚め、俺をおとりに使ったということか。行くぞ朝鮮、奴から直接話を聞いてやる。董卓、貴様何を考えている。敵は俺が全て倒した。長安などに逃げる必要はない。やかましい。何が敵は全て倒したじゃ。止水艦も虎牢艦も抜かれおって、もはや城は裸同然。ここにおっては殺してくれと言うておるようなものよ。わしは帝を連れて長安へ行く、これは決めたことじゃ。ぐずぐず言わずに支度をせんか。雑魚どもに席を抜かれただけで逃げ出すだと。董卓、とんだ臆病者めが。洛陽を捨て長安へ移ったところで国の混乱は続きましょう。このままではいたずらに国中へ戦を広めるだけでございます、いつになれば人々の悲しみはなくなるのでしょう。これが法政様の望まれたものなのですか。俺が望んだ戦はこんな腰抜けたものではない。攻め寄せる敵を全てねじ伏せ、俺が最強であることを証明する戦だ。董卓様はご自身が生きながらえるためならばあらゆる犠牲もいとわないでしょう。おそらくは帝や法然様の命さえも法然様が望まれる戦いは董卓様のもとではかなわないのではありませんか。何が言いたい。法然様が董卓様のもとを離れ望む道を歩まれたらと思ったのです。もし法然様がそのおつもりなら私は協力を惜しみません。朝鮮、お前は俺に奴を殺せというのか。法然様と私、二つの思いを叶えるためでございます。分かった。